エティエンヌ・ボノ・デュ・コンディアックは、フランスの哲学者、聖職者である。先行世代のジョン・ロックに影響を受けて、主に認識論における研究を行い、経験論的認識論を発展させた。コンディアックは1714年、グルノーブルにて、報復貴族、ガブリエル・ボノとその妻、カトリーヌの第七子、末っ子として生まれた。ちなみにその年はマルブランシュが死んだ年でもある。 歴史家、ガブリエル・ボノ・ドゥ・マブリは、コンディアックの長兄である。なお、マブリだとか、コンディアックというのは、父の購入した書量の地名である。コンディアックは、視力が弱かったため書物から遠ざけられ、12歳まで、文字を読めなかったようである。1726年秋に、父の死に伴い、リヨンで、司法長官の役職にあった長兄のもとに引き取られ、 1733年まで、イエズス会のコレージュで、哲学、進学、ラテン語などを学び、1733年10月に、パリに出て、サンシュルピース人学校と、ソルボンヌ大学で、本格的な勉強を始めた。その後、1741年に主催に上海された。しかし、彼は、進学より、哲学や、数学や、自然学の研究に熱中し、社交界、 サロンに入り浸って、ジャン・ジャック・ルソー、ドゥ・ニリドロ、ベルナール・フォントネル、ジャンル・ロン・ダ・ランベールなどの思想家や学者たちと交わり、一度しかミサを行わなかったという、コンディアックに深い影響を与えた。1746年に発表した、諸女作、人間認識起源論を皮切りに彼は、体系論、感覚論、動物論など次々に作品を発表した。百五十二年、 フォントネルと共にベルリン王立アカデミー会員に選出される。1758年44歳になろうというコンディアックはパルマ公国の講師の家庭教師に招聘され、1767年までルイ15世の孫にあたる講師フェルディナンドを教えた。1767年に家庭教師の職を辞し、コンディアックはパリに帰った。その頃には彼の名声は 非常に高まっており、翌年アカデミーフランセーズ会員に選出された。1773年にボージャンシーに上官を購入し、そこで協定、通称と政府、論理学、計算の言語の執筆に阻止んだ。1780年8月3日、コンディアックは65歳で死去した。葬儀は生前の意思通りひっそりと行われた。コンディアックは、 ジョン・ロックから決定的な影響を受け、感覚に重点を置いた、感覚論、経験論哲学を展開した。彼は、分析という手法を重要視し、観念を分析し、それを再構成することによって、観念をきちんと理解し、明確化することによって、誤りや無用の論争を解消できるとした。細部の違いはあれどこのような観念を、 明確化することによって、誤りや論争を解消できるという発想もまた、ロックから受け継いだものである。また、彼の記号と分析に関する発想を反として、アントワーヌ・ラボアジエは、科学記号の整理を行った。つまり、これまで、統一感がない、呼ばれ方をしていた元素を、H、O などのように記号化し、それらを組み合わせることによって化合物を構成し、式に表す。そして、 あたかも数式を操作するかのようにその式や記号を操作する。この方法ならば実際に実験をせずとも記号操作のみによって実験結果を知ることができる。コンディアックの思想はデステュートド・トラシー・カバニスなどフランス学進設立に尽力した関連学派と呼ばれる哲学者たちに決定的な影響を与え彼らは コンディアックの観念の分解と再構成のやり方での学区の再編をも論んだ。また、メーヌ・ドヴィランはコンディアックからの影響を受けて哲学を開始したが、後にコンディアックとの対決から自身の哲学を練り上げ、フランススピリチュアリスムの祖となった。ありがとうございます。